この施設が原油をパイプラインへ送っている。こいつを壊せば流出は止まる。クライアントは環境 NGO だ。油田施設を破壊、原油流出を止めてくれ。表向きは慈善活動だが、引き受けた理由は他にある。もともと無品田油田は老朽化のため放棄されていた。それを反政府勢力のウニータが占拠、強引に再稼働させたらしい。最近ウニータは急速に装備を近代化している。米軍の武器が横流しされてるって噂だ。情報班の見立てでは、その仲介役はサイファーのフロント企業。ウニータの動向を追えば、そのからくりが見えてくるかもしれん。解放バーガー。だって
相手のイメージも一致した。我々さんについたな。新しい名前も浦和の国さえ横流しされる。悪いが中継地になった。また後で。武器や資源を蓄えているはずだ。お前は役に立つだろう。汚れた品だ。遠慮するな。敵モード